けるんで。今日、吉備津彦神社っていうところに来てるんですけど、火花師桃太郎の原型となった。おお、あ、お、ふんわか、うわ、シオくんじゃないこれ。こちらにやってきました。まあ、今年はなんだろう、初詣ってやっぱりね、行けない人とか、まあ、行かない方とかもいらっしゃると思うんですけど、まあ、動画を見て少しでもまあね、行った気分になっていただきたいなと思います。ちょっと今日はなんかここに私の気になるスポットがあったんで、今日ちょっと来ました。ということでちょっと行ってみたいと思います。はい。で、ここ今日、吉備津彦神社っていうところに来てるんですけど、ここは、吉備津彦命が浦を退治した伝説が語り継がれていて、昔話、桃太郎の原型となったという神社でございます。すごい！桃太郎の原型よ？ねえ、やばくない？いっぱい神社あるのに、ここが桃太郎の原型となった神社でございます。私はクロスじゃなかった。クロスじゃなかった。チョコレート。はい、ありがとうございます。どうしましょう。寒いね。いただいてたんで始めました。抹茶もんってなるやん。待って、そんなんちょっと見逃したわ。じゃあ全部コンプリート、はい、全部いただいてください。はい、イエー。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。どれから食べようかな。やっぱりこの、あんこだな。やっぱあんこだな。卵から食べようか。うわ、美味しそう。見て、うん、はい、おお、あ、お、ふんわか、うわ、ふんわ、
懐かしい。あ、1両しかない。クリーム。いただきます。これめっちゃいいわ。あんことの味が合わないわけがない。最後はチョコです。チョコ結構豪快だったよな、作るの。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。